戦列艦は17世紀から19世紀にかけてのヨーロッパ諸国で使用された軍艦の一種。その艦隊が単獣人の戦列を構成し、同じく戦列を構成する敵艦隊との砲戦を行った。アメリカ海軍の120門戦列艦、ペンシルベニア戦列艦の定義は運用組織や時代によって変化するが、概ね木造で非装甲の大砲を50門以上。 搭載した三本マストの小船のことであった。時代の経過とともに次第に大型化し、搭載門数が増えていったが、戦列艦の基本的な配置は1850年頃まで変化しなかった。その後、蒸気推進の戦列艦が登場するが、10年程度で本格的な走行艦が登場し、戦列艦に代わって海戦の主役になった。蒸気のように、戦列艦は、 多数の方を搭載していたが、その数は50門から約140門まで大きな幅があり、規模も多したようであった。そのため、戦列艦は大きさによって何種類かに分類することができ、訪問数を用いて120門艦のように呼ぶ。例えば、歴史的に最も多用された戦列艦は74門艦であった。しかし、門数が同じであっても、 時代や運用国によって設計が大きく異なる。一般的傾向として多数の艦艇を本国から離れた海域で運用するイギリス海軍では艦の大きさを切り詰め数的に劣っている大陸国は大型の艦を好む傾向があった。またオランダ海軍は旋回が主戦場となるため比較的小型の艦を使わざるを得なかった。文数の他の分類としては 法列艦班の数やイギリス海軍による等級がある。戦列艦は通常2層か3層の法列を備えていたが、2層艦と3層艦の性質は大きく異なる。概ね80門前後が両者の境界線であった。また、等級制度は門数によって、戦列艦やより小型のフリゲートを6等級に分類する制度だが、後に4等艦がほとんど使用されなくなるなど、 実際的な分類とは言えなかった。なお18世紀中盤に、戦列艦の加減は60門だと考えられるようになり、以後50門艦は通常フリーゲートに分類されたが、それ以後も戦列艦として扱われることがある。また、イギリス海軍では1880年代頃までに建造された黎明期の戦艦も戦列艦に分類している。また、 ロシア帝国海軍など国によっては、土球戦艦登場以降の主力艦も、戦列艦と呼称した中国では、戦列艦は日本語の戦艦に相当する。本港ではこれらの艦と用法については省述しない。戦列艦の発達史の中で重要な事柄として、寸法規定がある。これは18世紀前半のイギリス海軍が実施していた艦の大きさを一元的に決定する。 制度で結果的にイギリス海軍の技術的発展を大きく阻害することになった。反対に寸法規定廃止後は第二次百年戦争の影響もあって設計の革新が急速に進みナポレオン戦争後も1860年代まで緩やかな発展が続いた。戦列艦の元となったのはガレオン戦である。ガレオンは戦列艦に比べて 少数、小口径の方を搭載し、軍用にも商用にも使用されていた。16世紀半ばに、イギリスのジェームズ・ベーカーが、訪問の構造を暗出すると、小舟に外交警報を搭載できるようになり、次第に砲撃戦に特化した構造の戦列艦へと進化していった。1653年のガッパードの海戦で、イギリス海軍は戦列戦法を使用し、 以降双方が単重人を作って改戦を行うことが一般的になる。戦列艦という言葉ができたのもこの時期であるが当初の戦列艦は既存の軍艦を改装したものが多く設計は全く統一されていなかった。しかし17世紀終盤に搭載法を統一しようという試みが始まりイギリスの寸法規定制度へとつながることになる。18世紀初頭 軍艦の設計はすべて各造船所の技師に任されていた。設計が統一されていないため艦の性能が安定せず何より管理上の不都合が多かったのである。当時最大の海軍国であったイギリスにとって経費の削減は切実な問題であり、このため1706年に寸法規定を導入して戦列艦の大きさを50門から100門の6種類に統一しようと試みた。 しかしこの制度は設計者の権限を大きく制限したため、イギリスの設計技術は重度の低滞期に陥ることとなった。この制度は何度か改定されながらオーストリア、継承戦争後の1750年頃までイギリス海軍を縛ることになる。一方大陸諸国では、戦列艦の大型化が進む。これは艦隊の大型化と共に法の大行経化も意味していた。 結果として、イギリスとフランス、スペインの同門数の間はかなり大きさの差ができ、ジェンキンスの耳戦争で実際に交戦すると、古間の戦力の差は明らかとなった。イギリス海軍は寸法規定に何度か改定を加え、結局撤廃することになった。寸法規定期の重要な出来事としては74門間の出現がある。1740年頃、 フランスで建造され始めた74門艦は火力、防御、搬送性能のバランスの取れたコストパフォーマンスの高い艦種だと考えられるようになった。74門艦はその後約80年もの間海戦の主役であった。なお、戦列艦の大型化傾向に伴い寸法規定廃止後は50門艦を戦列艦だとみなさなくなった。その後イギリスでは 寸法規定に変わり、海軍本部に属する官邸監督官が全ての戦列艦を設計するようになった。設計者と建造者を分離する近代的な建造方式の始まりである。種類はさらに統合が行われ、100門、90門、74門、64門の4種類が主流になった。フランス海軍は、 イギリスの74門館に対抗するために2層80門館を導入したが、これは当時の建造技術では不都合も多くすぐに主流とはならなかった。また100門館に対して110門館や120門館も建造された。18世紀終盤になると英仏の対立が激化した。特にフランス革命戦争、ナポレオン戦争では、 世界中で20年以上断続的に交戦状態が続き、戦列艦の需要と発展を促進した。このような技術的進捗にもかかわらず、当時の海戦は低調なものが多かった。これは、イギリスとフランスの状況が常に一定で、海戦の形態が固定化されてしまったためである。数的に劣勢で、致命的に連度の劣ることが多かったフランス海軍は、 決戦を回避することが多く、イギリスも有効な打撃を与えられなかった。この状況は、イギリスのネルソン提督が、戦列戦術に代わって、乱戦を多用するまで続いたが、皮肉なことに、ネルソン戦術が確立された、トラファルガーの回戦が、最後の戦列艦による、大規模な海戦となった。ナポレオン戦争を最後に、第二次百年戦争は終結したが、 その後は産業革命による技術革新の成果が戦慄艦にも取り入れられるようになった。かつては強度上の不安があった80盲以上の二層艦も1820年代から多用されるようになり、経験則に基づいた伝統的設計に代わって搬送性能や法運用の効率性を追求した設計が普及していった。船体構造も単純な横式構造から発展し、 各所に鉄材が使用され始めた。このような傾向の中で1850年代には、動力としてスクリューを備えた戦列艦も出現した。最初に建造されたのはフランスのナポレオンであり、本格的な装甲艦の出現まで約10年間蒸気推進艦の心臓が続けられた。この種の艦はイギリスとフランス第二帝国が競って建造し、 既存の戦列艦の改装も積極的に行われたが他の国ではそれほど重視されなかった。大砲の性能が向上すると多数の大砲を装備するがゆえに戦列艦は防御上の問題を抱えるようになった。その一方で成功技術の発達により蒸気機関を備えた大型艦に装甲板を装着することができるようになった。このようにして建造されたのが フランスの木造装甲艦、ラ・グロワールである。対してイギリスは直ちに鉄製のウォーリアを建造する。これらの装甲艦は概洋でも使用できる本格的なものだった。加えて1862年のハンプトンドーズ海戦や1866年のリッサ海戦の結果から非走行艦は装甲艦に立ち打ちできないという認識が広まり、戦列艦は建造されなくなった。 既存の戦列艦は装甲艦への改装を受けたり配線として1880年代頃まで使用された。船体を断面前日の通り戦列艦は多数の砲を搭載することを目的とした木造帆舟である。しかし帆舟の甲板上はマストや作具で締められているので砲は少数しか搭載することができない。そのため搬送軍艦は艦内に砲を設置し、 戦隊側面に開けた砲門から射撃を行った。砲を搭載する甲板は、砲列甲板と呼ばれ、一般に、戦列艦の長さは、砲列艦板の全長で表される。しかし、砲門を開ければ、戦隊の強度は下がり、加えて、発砲の衝撃に耐えることが要求されたため、戦列艦の原則は、非常に、分厚い木材で作られた。以下の節では、 各部の構造や装備品について説明する。戦列艦の放列艦ンの数は性能に対して大きな影響があった。小型の二層艦ン艦は搬送性能が優れており、経済性も高かったが強度が不足しがちで、大型化に限界があり、戦力としては三層艦に引けを取った。反対に三層艦はコストや操縦性に難がある上、 高天寺には最下層の訪問が波にさらされて使用不能になるという欠点も抱えていた。しかし還元が高いために接近戦時に二層艦の甲板を上から一方的に砲撃できるという利点もあり、海戦時においては二層艦の1.5倍の戦力を持つと考えられていた。法律艦艦は水兵たちの生活の場でもあった。彼らは法の間に設置されたテーブルで食事し、 ハンモックを吊るして寝たのである。湿布形式搬送ほとんどの戦列艦は3本マストの小舟であった。戦列艦の前身であるガレオンは、ミズンマストやボナベンチャーマストにラテンセールを備えていたが、ボナベンチャーマストは戦列艦にはなく、ミズンマストのラテンセールもドライバーに置き換えられていき、イギリス海軍では18世紀中盤に完全にラテンセールが廃止された。 1850年代以降になると蒸気機関が導入されるが、初期の蒸気機関は信頼性が高くなかったこともあって、その後しばらく戦列艦は蒸気機関と搬送を併用していた。水上艦から完全に搬送設備がなくなるのは、戦列艦の時代が終わった20世紀に入ってからのことである。120門艦オセアンの完備船の火事は普通船尾に存在する。 当時は火事をソーダリンにつながった綱で、もしくは直接人力で舵塚を動かして制御していた。そのため、戦列艦の艦長らは普通艦備で指揮を取った。一般に、戦備は前方に比べて艦板が一層多くなっていて、五艦板と称された。戦列艦はここに昇降警報やカロネードを装備していることが多かった。また、クワーターデックは、 主観の別名でもある。一方で官備に設けられた官庁や、低徳の豪華な個室は防御上の弱点でもあった。これらの部屋には、窓ガラスが多用されている上に、館内の構造上守備線方向の砲弾を遮るものが少なかったため、官備から盾車を受けると砲弾が一気に監主方向へ抜け、砲や人員を破壊し尽くして戦闘力に致命的な被害が出ることが多かったのである。 ただし、帆船は必然的に完備から風を受けるため、機械による換気が不可能であった当時においては、艦内環境、衛生状態の維持を考慮すれば、守備線方向の通風を確保する艦内構造は必然であった。戦列艦の建造には普通オークや地域材が使用される。軍艦木材は重要な戦略物資であり、特に本国の面積と釣り合わない。 大規模な艦隊を持っていたイギリスではスウェーデン等の北欧からの輸入が重要であった。ここでは18世紀に使用されていた各種の戦列艦を艦艦の数と門数で分類して解説する。東急はイギリス海軍によるものである。順序は概ね登場年代による。なおこれらの分類に使用される。訪問数は実際の搭載数と一致しないことがある。 また各分類により使用する方が異なり、一般に搭載門数が多いほど大口径の方が増えるために戦力としての評価は必ずしも門数に比例しない。二層艦パン艦は三等艦に相当する。小型で操作性、経済性に引い出た二層艦は一貫して戦列艦の主流であった。七十門艦最初期の二層艦の中では最大級の艦で当初から多用された。 しかし1680年代になるとより大きな2層80門館が出現する。その後も寸法規定期間を通じて50門館の次に多い、先列館だったが、多くの館が1740年代に改装を受けて方を64門程度に減らし、70門館は衰退した。性能所限60門館60門館は50門館と70門館の 中間的な艦種であり、両者に比べて数は少なかった。これらの艦もまた寸法規定廃止後に消滅した。性能諸言50門艦50門艦は当初最も小型の戦列艦とされた艦種である。その勘弁性ゆえに最も多用されていたが18世紀後半になると大型化していく主力艦に対抗できなくなり戦列艦として 主要海軍国の改善に参加することは少なくなった。しかしその後も、戦列艦が活動できない、戦海域、特に、バルト海や北米沿岸での需要に応えるために、建造は続けられた。性能諸元64門艦64門艦はより、大きな二層艦の大口径化や、あるいは小型の三層艦の艦艦数を減らすことで18世紀、中盤に量産された艦種である。 一時は74門艦と共に対応されたが、1770年代からフランス海軍が74門艦への統一を進めたため主要海軍国では建造されなくなった。なお、不要になった64門艦の一部はフリゲートに改装された。44門フリゲートとして知られているインディファティガブルも当初は64門艦であった。 性能諸元74門艦74門艦は1740年代にフランスで生まれた艦種である。戦力と経済性のバランスが良かったため、約1世紀にわたり戦列艦の主流であった。上層28ポンド砲を装備するのが一般的だが、24ポンド砲を廃した大型74門艦も存在した。 性能諸元80門館2層80門館はまず1680年頃に70門館の拡大型として生まれたが、すぐに80門館は3層看板が一般的になって衰退した。18世紀後半になると増加する74門館に対抗して、フランスが2層80門館を導入したが、やはり主流とはならなかった。これは共に2層館としては、全長が大きすぎ、 強度が不足するためである。しかしフランスは80門艦の建造を続け、やがて19世紀に入ると技術的な問題が解決されて80門以上の二層艦が増え始めた。性能所限ナポレオン戦争以降の二層艦は74門から98門まで徐々に大型化していった。三層艦ン艦は三等艦から一等艦に相当する。 ジャコビアン時代80門艦でも一等艦であったが、18世紀の終わりには一等艦は少なくとも100門艦以上とされた。三層艦はより大型で、扱いにくかったが戦力としての価値は高かった。100門艦戦列艦の発祥から18世紀後半までの間、最大の軍艦は400門を装備するのが普通だった。これらは希少性が高く、普通は、 本国で機関として使用されており、植民地などの遠方に派遣されることはなかった。18世紀終盤になると110門艦や120門艦が登場し、100門艦は減少した。性能所言90門艦、90門艦は、費用のかさむ100門艦の廉価版として、イギリス海軍で多用されていた。18世紀後半に、大型の二層艦が出現すると沈譜化し、 1780年頃から98門館に強化された。性能諸元80門館3層80門館は1680年頃2層80門館のご発注によって誕生した艦種である。結果的に3層艦の方が優れていることが判明し、しばらくの間多用された。これらも74門館の影響で陳腐化して消滅した。 性能諸元110門艦110門艦は18世紀後半に100門艦の拡大型として建造されたが、すぐに120門艦が登場したため数は多くない。しかし蒸気推進時代に至るまで少数が建造され、続けた。性能所言98門艦98門艦は90門艦の武装強化版として、イギリス海軍で1780年頃導入された。 しかし3層2等艦自体が1等艦の廉価版という性質が強く、フランス海軍ではこの種の艦はほとんど使用されなかった。イギリスも19世紀に入ると98門艦を建造しなくなるが、当時のトラファルガーなどの海戦で98門艦は重要な存在だった。性能諸言120門艦工術のサンティシマ、トリニダーを除外すれば1等艦が 約120門に拡大したのは1790年頃である。以後蒸気推進時代に至るまで120門艦は最大の戦列艦だと考えられていた。当初120門艦は非常に少なかったが、三層二等艦の置き換えにも使用されたため広大になると若干増加する。性能所見なお、イギリスの蒸気推進戦列艦には131門や102門の三層艦が 含まれていたが、これらが現役であった期間は非常に短い。サンティシマトリニダー条件の分類は一般的に使用されたものを取り上げたが、他にも特殊な事例としては以下のようなものがある。長い間戦列艦による戦法は単獣陣を形成しての砲撃戦が支配的であった。戦列戦術は原則に砲を配置する戦列艦の特性を活かすものではあったが、 第二次百年戦争で次第に戦列を牧手しても決定的打撃を与えられないことが認識されるようになった。そもそも砲撃だけで敵艦を沈めることが難しく、節原しての白兵戦で決着をつけていたからである。そのためネルソン提督は戦列による同行戦に代わって乱戦戦術を採用し、彼の指揮下のイギリス艦隊はトランファルガーの海戦において、 敵戦列中央を突破して分断し、格好撃破する戦法で勝利を収める。イギリス艦隊の先陣を切ったロイヤルソブリンとビクトリーは大きな損害を受けたが、敵艦隊との連動、指揮の差もあって、後続艦が到着するまで耐え抜くことに成功し、以降は局所的優勢を確立したイギリス艦隊が優位に戦いを進めた。局所的優勢が確保できれば、 その段階において敵艦に雪原し、白兵戦へと移行し、早々に決着をつけることができた。こうして、戦列を原則とすることは見直されたが、その後戦列艦による艦隊決戦は発生しなかった。なお、単獣人を形成しての砲撃戦は、後の戦艦の時代においては、基本的な回戦戦術となる。見直しが図られるのは、航空機や、 潜水艦の実用開港である。現在も王子のまま保管されている戦列艦はビクトリーだけで、これは記念艦としてネルソン提督がトランファルガーで指揮した時と同じ姿を保っている。現在ビクトリーはカンドックに入ってはいるが、なおもイギリス海軍の現役の軍艦であり、世界最古の現役艦でもある。スウェーデンのバーサは1628年に、 バルト海で沈んだ64門館で1956年に発見された。そして1961年に非常に良好な状態で引き上げられ現在はストックホルムのバーサ博物館として公開されている。バーサは建造当時スウェーデンで最大の戦列館だったが今日ではスウェーデンで最も人気のある博物館である。水中に残っているものとしては前日の セントローレンスがある。この館は、オンタリオ湖の沿岸に沈んでおり、ダイビングスポットとして人気がある。抗議の戦列館では、ポーツマスに、装甲艦ウォーリアも展示されている。退役後50年も、ミルフォードヘイブンで特定となっていたゴーリアだが、現在では、王子の輝かしい姿に復元されている。ポーツマスには他2510年浸水の78門。 キャラックであるメアリー・ローズから引き上げられた遺品も展示されており、搬送軍艦での水兵たちの生活を知る良い資料となるだろう。ありがとうございます。